今のが2代目になるんです。で初代の時も僕通ってましたし、今も通ってるぐらいなんですけど、味噌バターっていう、味噌バターまたこってりしたのが、そう、こってりしたの。美馬市のケーブルテレビ、あわこテレビのカメラマン遠藤さんと行くグルメロケ、美馬市わきまち。まずは遠藤さん行きつけのラーメン屋さん。さあ着きましたよ。来ました、ここ。二代目天竜です。おお、味で勝負。これなんか気合い感じますね気合入るでしょ。はい、二代目天竜、地元で大人気のラーメン店。遠藤さんが愛してやまないラーメンがこれこれ、味噌バターラーメン。溶けながら浮かぶバター、味噌バターラーメン。味噌とバターのいい風味があたり一面漂う。美味しすぎて遠藤さんおすすめなんですが。はい、いらっしゃいませ。はい、瀬戸内いりこラーメン。はい、こちら先週から始めた新しいラーメンで体に優しい無添加のラーメンです。はい、いきなり新メニューがお出迎え。瀬戸内いりこラーメン。いや、まあ、店長さんの一押し一押し、まあ、店長さん一押しやんだったらもう豊田さん いいですか、いりこラーメンはじゃあ店長さん、私こちらを。ありがとうございます。瀬戸内いりこラーメンお一つ、はいはい、お願いいたします。はい、かしこまりました。はい、少々お待ちくださいました。はい、味噌バターラーメンはお預け。瀬戸内いりこラーメン行ってみましょう。結構匂いがいい匂いしますよね。すごく。いりこがたっぷり。香川県産の有名な伊吹いりこ。初代の天竜のスープも合わさって伝統を受け継ぎながらの新作ラーメン。はい、大変お待たせしました、はい、瀬戸内いりこラーメンでございます。お、はい、こちらですね。わー、すごい、はい、ナルトの生わかめや焦がしネギ、豆苗、卵が乗った瀬戸内いりこラーメン。一番のこだわりはもちろんいりこのスープ。じゃあ気になるスープからね、行かせてもらいますね。いい香り。そうそう、いい香りが漂ってくるんですね、うん、なんかめちゃくちゃ和のお出汁で、あっさりと、でもなんか旨味がすごい残ります。はい、いりこはもちろん結構いりこ出汁がふんだんに入っているので、うん、そこでちょっとポイントとしてちょっと鶏ガラのスープを入れてラーメンっぽくして。うん、うん、なんかツルツル。はい、ツルツルなんですね。ツルツルのもちもち、はい、ツルツルのもちもち。今回から小麦と塩だけで作った麺に変更しました。小麦そのものの味が味わえて、結構やっぱだから今おっしゃったようにツルツル、ラーメンとは思えないようなことツルツル感とかそういったものをこう出してます、はい、なんかすっごいね、もうツルツルってか、はい、トゥルントゥルンして、はい、それでいてなんか入ってくるごとに、はい、いりこのいい香りがね、はい、どん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 押し寄せてくるっていうか、はいはい、絡んでますよ。まあ、当然もう座った瞬間に味噌バターとか言われることの方が結構やっぱり多い、多いんですけど、まあ、それだけだとやっぱりね、新しいお客さんもどんどん増やしていかなきゃいけないっていう、担々麺とかいろいろこうやりだしています。昨年5月には担々麺がデビュー。その名もいーちゃんの横浜担々麺。そしたら店長、はい、僕は担々麺を。担々麺、うん、はい、味噌バターじゃないんですね佐藤店主の推しは正宗担々麺汁なし。監修はいーちゃん。
こってり大好きの遠藤さんをうならせることはできるんでしょうか。イーちゃんは多くのアスリートたちが通う中華料理店、あのサッカー界のキングや、あのフィギュアスケートの美人姉妹が訪れる。その人気特製スープがかかって、特製の肉そぼろは佐藤店長がこだわりました。甜麺醤や紹興酒などで甘辛く味付け、食べ応えのある肉肉しさが味わえます。特製の2種類の山椒、お待たせしました。こちらが正宗担々麺。美味しそうです。ど真ん中には温泉卵がドーン。正宗担々麺、本業はカメラマンの遠藤さん、初めての食レポお願いします。わあ、これは美味しそう。でそぼろと一緒に、さすが男らしいですね。豪快、豪快ですか。全体にこうですかね。いただきます、はい。ガガガガ、ガッツリ。結構いきますね、ガッツリ。そこまで辛くなくて、うまい。あの普通の担々麺だとやっぱり辛いイメージがあるんですけど、これ正宗担々麺、うちのお店の場合は温泉卵を入れてまろやかにしているので、辛いのが苦手な人でも、あの結構美味しく食べれる。そうですね、はい、さっきのいりこの麺よりもちょっと太めなので、そうですね、太めのちょっと若干量も多いので、結構食べ応えはある。結構絡みやすいですね。なんかもっちりしてますね。そうですね、麺がすっごく、はい、こうなんかつい癖になっちゃう感じ。それは全然、美味しいです。でもこの食べっぷり気持ちいいですね、店長さん。まさむね担々麺、この後、追い飯が。いきます。汁を余すとこなくです。わかりました。店長さんとしてはやっぱりこのご飯まで、そうですね、これも食べてやっぱもらって、まだそういう食べ方をまだご存じじゃない方多いので。絡んでますよ。また麺と違う。もう本当に汁を全部こうまとってね、ちょうどさっぱり食べれる、食べやすいですね、はい。いや、なんか豪快だ。そうですいいですよ。いつもこんな感じなんですか。あ、本当ですか。あ、僕もです、はい。美馬市脇町、この町並みといえば、そうです、うだつの町並み。さあ、やってきました、うだつの町並みです。ね、脇町といえばそうです。やっぱり外せません。まあ一番の観光地になりますからね、はい、はい。こうガラッと雰囲気変わりますね。ここは本当に、ね、昔ながらで、工事っていうか新築の家がないんで、なんか勝手に改造したりとかもしたらいけないらしいんですよ、家を、はい。昔ながらのその作業で白壁を守ったりしてるみたいなんで、はい。なんか天気って本当気持ちいいですね。そうですね。あ、着きました。ここ？ここ。ほほー。観光ビューロー。観光ビューロー。ビューロー。情報収集の場。場。美馬観光ビューロー。観光案内や情報発信といえばこちら。街並みを歩く前に情報集めにやってきました。あ、こんにちは。どうぞ。ごめんなさい。こちらの方は。和傘作りを伝承している住友さん。ああ、和傘作られたんですか。どうぞって、ちょこっとだけじゃあ覗かせて。ちょっとお邪魔してもいいですか。すごい。わあ。え、ここで傘の制作体験とか。はい。わあ、すごい。伝統の傘なんですよね。そうですね。和傘生産高全国2位を誇った地域が美馬市美馬町にありました。当時は200軒以上の和傘工房が軒を連ねていたんです。中が綺麗ですね。重たい。結構ずっしりと。結構重いですよ。あー、
でもすごい、これ糸で糸で編まれてるんですか。そうですね、カラフルですね。うん、綺麗。これが一番分かりやすいと思うんですけどね、はい、これがその油を入れて天日で干したばっかりなんですよ。これなんかちょっと透明感ありますね。そうですね、透明っぽいでしょ。油を入れるとこういう感じに透明っぽくなるんです。これがあるからちゃんと水を弾いてくれる。和傘を小さくしたこんなに可愛いランプシェード作りも体験できるんです。さあここで宇多津の街並みの映えスポットを美馬観光ビューローの土地谷さんに教えていただきましょう。素敵ですね、はい、あぜひぜひ、じゃあちょっと映えスポット教えてください。急にちょっとテンションが上がってきました。やっぱりこう早速今日は日差しが強いので、そう、うん、あどうです、どうですか、え絵になってます。いやちょっと反応遅すぎません。中まで、そうそうそう、かわいいカラー、うん、カラフルですね。チドリっていう糸飾りつけてまして、すごいなんか、はい、持ってて嬉しくなる。う、ね、うびっくりした。春の時期なので軒先がね、あすごい、もう結構戻ってきてる感じですね。そうですね、つばみさんたちも喜んでます。なんか気持ちがいい。すっごい。うだつは1階と2階の間にある袖壁、うだつと言われるものでして、はい、隣の家が燃えた時に、はい、自分の家に火の粉が飛んでくるのを防ぐために作られた袖壁に、はい、このこれこれこれ、はい、これがうだつ。正直ね、そこまで防火効果は なかったので、ただ作るのにお金がかかるので、あの隣の家との高さを競うことによって、あの、まあ、見栄を張るっていうのもあるかもしれないですけど、お金の象徴、富の象徴として隣の家と大きく競っていきました。へえ、そんな文化があったんですね。そうですね。なんで、あの今ポルシェとかフェラーリとかを家の前に飾ってるような形で、この富の象徴の見栄を張った形で、これが、はい、じゃあこれだったらどれですか、ポルシェぐらい、この BMW、 これ BMW。 へえ、だからもうあの並べとるところとかすごくリアルですよね、はい、の 高さでどちら側の方がお金がかかってるのか、これもう高さ勝負なんですか。高さ勝負です。やっぱ高くなれば高くなるほど値段がかかるので、なってますね。見え張るタイプですか。あんまり張らないですよね。あんまり質素な方です。質素な方、はい、いやいや遠藤さんはね、あの穏やかそうなので。あ、そうなんです、うん、はい、本当に。今も住まれてる。そうですね、住まれてます。で商人の町になりますので、はい、2階に商人が住むことができなかったので、武士を見下ろさないっていう意味で、あの住むことができなかったので、古い建物は2階が低いです。新しい建物は2階が高いです。あ、そういうのでも、ね、え勉強になります ね、 ねえ、そこまで詳しく僕も知らなかったんで。なるほど。ここですね、こちら、はい、映えスポットを求めてやってきたのは脇町でナンバーワン、ツーを争う豪商だった吉田家住宅。部屋の数はなんと25。和の作りを利用した華道展、個展、展示が行われています。わー、すごい。ここで将棋が行われるんですか。あの羽生さんが、ね、だいぶ前にはなるんですけど、こちらで、はい、さしていただきました。打たれたんですか。はい、ここでバイバイ写真撮影会。遠藤さんの本職、トヨタさんが座ってもらって、はい、はい、私こちらで、うん、こう座ってこうやってこう。お、撮ってます、撮ってます。わ、悩んで次の一手決めてますね。じゃあその襖から去ってこい。襖から去って指示が入って、あ、ひょっこり覗いてますね。ひねる、ひねる、もう一回ですか。だってこのままだったらこれじゃないですか。やっぱり 女性らしくこうひねる。今度は傘を、あ、そういう感じ。あー、決まってますね。あまり信用してないな。ちょっと見てください、これどうですか。いいでしょ。おお、
映え、映え、映えてますよ。映えてます。映えてます。もっとなんか、おーっていうのをください。ねここだ。納得いってないのでもう一枚。まず胸を出して、はい、でこうこういう感じで胸を出して、そう胸を出してこうで傘を傘を立てる、はい、胸こうこうね、じゃあこうじゃなくてこうちょっと、うん、腰が入る感じ、腰が入る、はい、で前に出す、こう感じ、そういう感じ、わお。どうでしょう。なんか光具合も綺麗。ね、ちょっとちょうどここが光が当たっとんで。いい感じですね。いいですね。はい、映えてます。さすが。でしょ。いや、名カメラマンですよね。そう言っていただけるとありがたい。なかなかこういった場所ってないじゃないですか。はい、うん、なんで写真撮ったりする人も多いし、そうですね、成人式の前撮りとか、ね、結婚式の前撮り等でも利用いただいてます、うん、あ、そうなんですね、はい、いやでも素敵、本当にこれまた雪降ったらすごいですね、そうですね、へえ、ここは積もってすごい綺麗な、じゃあこれからのフランスの方がもしされてたら言ってあげてください、はい、そうですね、あの写真撮ってって言われたら、あ、そう、こうしてねってお願いします、ね、もうぜひぜひ、はい、いやいや素敵素敵、うん、はいですね、おすすめの、はい、特産品が新しくできまして、うん、僕の高校の同級生2人、女の子2人組が、うん、はい、開発した商品、はい、何ですかそれ、はい、商品、あの瓶の商品がなんと、商品なんですね、持ってきてる、持たれてるんですね、はい、え、これコーラ、クラフトコーラ、はい、これは原液になるんですか、原液、これが原液になります、美馬市出身のエネルギッシュな女性2人が開発して発売、ふっかるコーラ、今注目の新しい特産品、早速いただきましょう。どうぞ。お邪魔しますか。はい。こんにちは。お客さん。おお、はい。なんかちょっと私たちの知ってるコーラでは、そう、色違いますよね。なんかビールみたいな。うんうん、あ、なんか独特の匂いしますよ。なんかちょっとスパイシーな。はい。ふっかるコーラ。ボンインミマ、飲むとフットワークが軽くなる、美馬市の特産品、美馬から唐辛子入り、どんなコーラ、まずは乾杯しましょうか、乾杯しましょう、せーの、乾杯、乾杯、イエーイ、うん、どうですか、うん、ちょっと甘みが残りつつ、そうそうそう、ピリッというか、うん、ちょっとなんかスパイシーな感じがね、うんうんうん、無添加無着色にこだわった商品になっておりまして、うん、てんさい糖の砂糖は使わせていただいております、鼻にスパイシーなのが残ってますね、ホイラーにね、なんかツーンってくる感じで、うん、夏は爽やかな感じで、うん、それがむしろいいかなと思います、そうですね、はい、道の駅アイランド脱アイグラでもふっかるコーラ販売してます、これちょっとさっきから実は気になってたんですけど何が気になるんですか、何ですか、名物、名物、そば米雑炊、そば米ね、はいはいはい、有名、西はそば米がやっぱり有名なんで、それを名物にしているところですね、旅の疲れを癒す甘味どころサリア、名物はそば米雑炊、私はこれを、うん、じゃあ僕ちょっと甘いものを、おぜんざいか、うん、きなこ餅か、うん、そば茶のゼリーのお茶のセットっていうのはお土産がついてるので、うん、はい、お得感があると思います、じゃあお土産はトヨタさんにプレゼントで、紳士で、ぜひそれ食べてください、そのセットでは郷土料理のそば米雑炊セット、だしはカツオと昆布、いりこに干しエビ、干し椎茸と旨味ぎっしり、お、ボリュームすごい、お待たせしました、
ふっくらした粒のそば米に、阿波踊り、人参、ごぼうと具沢山。さらにお餅も入って食べ応えが満点。美味しいですよね、本当に。なんか粒が大きい。うん、うん、優しい。ほぐれますね、そば米が優しく染みます。徳島の人参と、うん、あと阿波踊りと、干し椎茸と、干しエビと、干しエビ今来ました、はい、すっごい出汁出ますね。本当にいろんなこう出汁の旨味がね合わさってきますね。ありがとうございます、うん、これ家庭料理ですからね、あの、なんかで、お餅が一番そこにはお餅。遠藤さんはそば茶ゼリー、甘みが少ないそば茶を使ったゼリーの上にきな粉とあんこがドドン。お土産付き。あんこっていうのは、あんこっていうのはあんこです。これそれ手作りの、手作りのあんこです、ね、もちろん手作りで、ねね、じゃあいただきます。こんな感じ。北海道産、うん、大納言。そこまで甘くはないですよね。甘くはしつこく甘くない、うん、でちょっとそばの香りがするっていう感じですよね。美味しいです、うん、そしてもう小豆が食べ応えありそうですね、うん、和三盆の上品な甘みも広がります。上等な煎茶いただけるんですか。そうなんです、お茶の加工が本業なので。あ、はい、そうなんですね、はい、それでたくさん日本茶飲んでほしいと思って。ありがとうございます。あ、すごい嬉しいです。遠藤さんありがとうございます。家でも家庭でもね、家でも家庭でも一緒です。飲んでください。わかりました、はい、今日の日を思い出しながら、はい、お願いします。傘の下でね、本当ですよね、これ本当雰囲気あって、はい、いい。美馬市脇町、次はフランス料理。遠藤さんがトヨタさんのためにおすすめをリサーチ。とっておきのお店なんです。ちょっとフランス料理って書いてますよ。そうそう、外国のねオーナーさんがしてるんですよ。ここ脇町、脇町にもうフランスがあるってことですか。、うん、もうこの国旗を見たら、あ、本当このね青白か。フランス人のオーナーシェフによるカジュアルなフランス料理店。ガレット専門店だったかな、うん、ガレット、ちょっと馴染みがないです。馴染みがないです、はい、ガレット。わー、何ですかこれ。目の前にしてびっくり。こちらがガレット、フランスの郷土料理なんです。こんにちは。フランスの方。フランスです。100%。オリビエさん、東京の一流レストランのシェフやマネージメントを経て美馬市脇町に移り住み、レストランをオープン。私は何でも嫌いなものとか大丈夫ですか。あ、なんかありそうですね。言って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 ください。トマト。やっぱりやっぱり思ってた。はしゃぎすぎのオリビエさん。遠藤さんはトマトが苦手。ノートマトね。ノートマト。ノートマト。トマトダメなの。トマトはダメなんです。なんでまた。生でも焼いてもダメですか。ね、めちゃめちゃちっちゃくしたらいけるか。やりましょうか。生地の原料はそば粉。新鮮な卵やチーズ、ペッパーで味付け。フランスのハムを乗せて。お野菜を上に。
これはどうやって食べるんでしょうか。食べ方としては、こんなんなんですか。食べ方としては黄身割って、そして一緒に食べると。で、野菜味付けになってまして、ブロッコリーと。フランスでもこちらのお店でも大人気、卵、ハム、チーズのガレット。パン。おお、なるほど。やっぱり豪快、かっこいい。これで、それあとはガレットとハムと、まず卵と、一緒に召し上がってください。で、野菜とはサラダはプラスアルファにしましたので、それはまあ一緒に食べると非常に食べやすいということで、野菜とナイフフォークで、そう頑張ります。はい、これでいただきます。どうぞ。いただきます。おいしい。なんかもう素直な一言ですよね。野菜の味付けと卵と、あとハムとやっぱり合わさってすごい美味しい。はい、ありがとうございます。なかなか食べたことのない味ですね。いい素材集まるとね、シンプルだから逆に美味しいの。そうなんかすっごいボリュームもあって、ボリュームがすごい。ボリュームあるけど、いつもお客様に私は多すぎたら残していいよと、で、はいはいはい、ちょっと多いからねと言ってほとんど残した。ペロリと。皮はどんな感じですか。皮はパリパリ、柔らかくしてる。なんかクレープみたいな感じ。そうですよ、そうクレープの感じ。食べやすいです。フランスもね、ガレットのいろんなスタイルがある場所によって、で、厚い方とか、薄い方とか、もうちょっとパリパリとか、もうちょっと柔らかい。こっちは柔らかい方してる。そして、トヨタさんは？わー、なんですかこれ？また違う。こちら、ブダンブラン。ブダンブランとは、豚肉と鶏肉を蒸した白いソーセージ。ふわっと柔らか。ボナペティ、フランス語で言うよね、良い食事ということね。はい、OK。そしてちょっとお酢、ちょっとだけつける。はい。OK。美味しい。香りもいいし。香りもいいんだよね。はい。すっごい柔らかくて。優しい、とっても料理です。フランスの場合はこのタイプのソーセージはだいたいクリスマスとか、お祝いの時よく使うの。で、子供たちは大好き。食べやすいから。いい香りが口に残りますよね。こんなにいい香りのソーセージって。マッシュポットも大好きです。あとちょっとソースかけて。あ、おソースね。そうそう。このソースも美味しい。そしたらまたちょっと違う雰囲気になります。口の中で。花火のような口の中にパパパいろんな味出る。どうぞ。花火じゃあ、あげますね。はい。はい、赤しましょう。おソースおいしい。ありがとう。なんかね、本当にちょっとクリーミーなんですけど、ああピリピリくる。でもおいしい。そしてこのマッシュポテトがまた柔らかくてまろやかで、今花火がどんどん上がってますでしょ。これおいしいですよ、本当に。いいとこ連れてきてくれましたね。いやこれ、シェフでしょ。もうシェフもね。でも料理は大体そうでしょ、だって人間ってね、仕事する、寝る、食べる遊ぶ、例えば子供とね、だから食べ物は一つの大切なものですよね。だから美味しいものを食べるとやっぱりね、幸せになるの、これだけでも。いや本当にちょっとここ幸せになれますね。そうです、シェフの目が優しい。